70年代に大活躍した元祖イケメンアイドル、中雅美さん。最近では全く姿をお見かけしませんが、とある情報では現在の中さんは想像もつかない姿だといいます。一体何があったのか気になったので調べてみました。中雅美さん、本名は中俣雅人さん。芸名は中雅美の他にも3つあって、東光雄、中巻、中間隆と名乗ったこともあったそうです。1950年11月9日生まれの69歳。生まれは東京都中野区で、最終学歴は日本大学農場医学部中退。なぜそんな学部なのかというと、祖父が丸山動物園や旭山動物園の初代園長だったことが関係しているそうです。その筋では知る人ぞ知る人だったようですね。では中さんはなぜ芸能界に入ったのでしょうか。その理由は中雅美さんの生い立ちが深く関わっているのだとか。中雅美さんが小学生の時にご両親は離婚されていて、中さんは母親と一緒に暮らすことに。母親は女手一つで横浜で中華料理店を営み、しゃかりきに働いていましたが、なんとそのお店兼住まいが火事で焼失。行き場所がなくなった中雅美さんは仕方なく、しがない演劇一座に預けられて、学校にも通わせてもらったそうです。なぜそんなところに預けられたのかというと、実は中さんは幼い頃から日本舞踊を習わせられていたからだそう。一芸は身を助くとはこのことですね。それでもどうにか大学まで進むのですが、芸能活動と学業との両立が難しくなり中退。1968年17歳の時に歌手として幸せ予防でデビューします。そして1971年に一大転機がやってきます。木下圭介監督のドラマ冬の雲に出演し、ドラマ挿入歌のロシア民謡カバー曲のポーリュシカポーレを歌い、これがオリコン年間チャートで17位、36万枚の大ヒットとなって、ブロマイド年間売上で男性総合4位となり、一気に大ブレイクすることになります。その要因として一つには、22時スタートのドラマにもかかわらず視聴率が 20% を超えていたのもあります。1972年にはあの沖雅也さんの弟役でドラマ「サボテンとマシュマロ」に出演し、挿入歌「涙のジャーニー」を歌い大ヒット。同年ドラマ「青春を突っ走れ」の挿入歌「君を愛す」までずっとオリコントップ40でした。しかし何といっても印象に残っているドラマは、桜木健一さんの同僚を演じたドラマ「刑事くん」でした。劇中で歌を披露するのがお約束となるまでの人気ぶりでした。とにかく中雅美さん、少女漫画に出てくるようなイケメンで、歌もイケてるわけですから、当時は沢田研二さん、錦野明さんに次ぐ人気の高さだったのもうなずけます。映画では1973年同棲時代死なのかは、1974年には西城秀樹さん主演の愛と誠で岩清水博士という秀才役を好演。その後も名作ドラマアカンタラなどに出演。1979年 NHK 連続テレビ小説あゆの歌ではヒロイン山崎千里さんの相手役を務めるなど、引っ張りだこの人気俳優だったのですが、1983年舞台での怪我が原因での休養が人生の大きな転機となったのです。どういうことかというと、中雅美さん、ミミビデオというレーベルを立ち上げ、日本未公開の洋画の版権を買い取り、当時はレンタルビデオが主流だったため、ビデオを量産し大成功を収めるのです。1980年代半ば以降はその事業に専念し、芸能界からは一時
引退状態となり、好調の波に乗って事業規模も拡大した。その矢先、間が悪かったというのか、バブルが崩壊した上にちょうどビデオから DVD への過渡期と重なって、今までの設備投資が無駄になったばかりか、銀行からの融資も止められ、結局どうすることもできず3億円の借金が残りました。なんとか立て直そうとして資材やマンション3棟も手放したのですが、焼け石に水、とんでもない金額の借金が残りました。さらに追い打ちをかけるように、裸同然の仲正美さんの元から妻は娘を連れて出て行ってしまいました。金も地位も家族も全てを失ったのです。自暴自棄になった仲正美さんは、毎日浴びるほどの酒を飲み続けた結果、めまいに倒れてしまったのです。腎不全と肝不全を併発し、まさに生死の境をさまようほどの状態で、病院ではあと2日持つかどうかと宣告され、そんな人専用の病室に入れられたのです。しかし仲正美さんはその病室でなんと57日間も生き延びてしまうのです。それからは奇跡的に回復して、今は普通の生活が送れるまでに回復。しかし、よかったよかったとは言えない現実が待っていました。ある情報によると、かつての大スターの仲正美さんが現在はなんと高次元場警備員として働いているというのです。しかも家賃3万5000円で1畳半しかない会社の寮に住み込み、部屋にあるのはベッドと洋服だけ、テレビも冷蔵庫もない極貧生活。移動手段は常に自転車で、休日は公園で子供たちの姿を見ながらカルピスを飲んでいるそうです。衝撃的な内容でした。しかしすごいなぁと思うのは、仲正美さんがいつも明るく楽しくその仕事をやっていたということです。警備員として立っているのも役に立つことがあるというのです。その理由とは、長時間立っていられるということは長丁場の舞台に出ても大丈夫と考えていたからなのです。そうなんです。こんな厳しい状況でも仲正美さんは再び芸能活動をすることを諦めずにいたということなのです。そのためにオーディションも受けていたとか、若い頃と違い追い果てた姿で安っぽい衣装で演じている姿は、普通であれば痛々しいとしか思えないのですが、仲正美さん自身はそんな気持ちは毛頭なくて、むしろそんな山あり谷ありの人生を目いっぱい楽しんで生きてきたというではありませんか。そして仲正美さん、ついにその夢を実現したのです。2013年にシングル13枚、アルバム8枚が復刻され、2013年公開の映画女たちの都ワッケンオッケンで見事に俳優復帰しています。歌番組やバラエティ番組などにも出演する傍ら、毎月トークライブも開催しているのだとか。2019年からはかつてドラマ冬の雲で共演した小倉一郎さんや、他には江藤潤さんや三木清隆さんだと骨折りゾーンという音楽ユニットを結成して CD デビューもしています。まあ全盛期のイメージとは真逆の、どちらかといえばコミカルな感じですが、生き生きと活動されています。しかもあらゆる SNS を駆使して YouTube チャンネルやブログでも活動中だとか。そんな仲正美さんにある日小包が届いたといいます。送り主は生き別れになった娘さんでした。仲正美さんの友人から住所を聞き出し、いつでも連絡を取れるようにと携帯電話と自分の連絡先を送ってきてくれたのです。人生、悪いことばかりじゃないですね。ほんと人生って山あり谷あり。第二の仲正美さんの活躍に期待しています。
いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、中正美さん、波乱万丈な人生でしたが、あなたのように苦しいことも辛いことも、笑って楽しんで生きていけたら、それが本当の幸せではないかなと感じました。とても元気をいただいた気がします。これからも体に気をつけて頑張ってください。それではまた次回お会いしましょう。